ただいまよりフィリアルクリエーションプレゼンツ K-1 ワールドグランプリ第2代フェザー級王座決定トーナメント1回戦第4試合を行います。アコナー172センチ57キログラム、日本朝日佐道場、朝日佐ヒロタカ、中国ブリンク王者朝日佐ヒロタカ。赤コーナー170センチ57.5キログラム、日本 K-1 ジム相模大のクレスト、 K-1 甲子園2015アンダー55キロ王者、並びにクラッシュフェザー級王者、最強ハルマ、初のワンデートーナメント挑むクラッシュフェザー級王者、最強ハルマ。レディースレザー級、さあ関根さん、唯一の日本人対決の1回戦ですね、はい、そうですね、ここがやはり肝だと思ってたんですよね、やっぱりかなり の削り合いになるような気がしたんですよね、マサトさん、その中でも最強選手を優勝候補に挙げました。そうですね、まあ、でもこの1回戦やっぱり鍵になりますよね、朝日さんの手数か、最強のスピードか、まさに、はい、さあこのトーナメント全く先が読めません、波乱が起きています。さあ1回戦最後の戦い、 K-1 第2代フェザー級王座決定トーナメント準決勝、残る椅子は1つです。赤いグローブが最強春馬、青いグローブが朝久博隆です。右フック空を切ります。朝久もスピードありますね、うわ早い、かなりはこちらが最強ハルマです。朝日さんもステップ使いますね、中村さんどうですか、はい、このところっていう意味でも。そうですね、やっぱ朝日選手もともとやっぱりこう、まあ、運動量も多くて、はい、まあ、構えもね、どっちも使いこなしてもパンチも蹴りもね、うん、とりあえず手数スタミナですごくこう多い印象だったんですけど、やっぱ中国で試合するようになって、中国ではあの60キロぐらいでやってたんですよ ね、 そうですね、だからやっぱその分こうそういう相手って外国人選手と戦ってきたんで、パワーとか倒せる攻撃力がついてきたかなっていう印象ですね。これ朝日さんってオーソドックスでしたよね普段は、まあ、まあでもほぼ両方やりますね、ボディだ、今の距離感だと最強ですよ、これあの相手誘いながら自分の距離を保ってますよね、で相手の攻撃打ち終わりに自分の攻撃を入れるっていう、あ、なるほど、はい、これ小沢海人とやった時と同じパターンですね。まあ、関根さん、このトーナメント参戦の中で3人に勝ってるんですよね、最近。そうなんですよ、その、まあ、その実績もあるんでね、まあ、あの優勝候補に挙げたんですけども、朝日さんはもっとごちゃごちゃいってほしいです、行きたいですよね、このペースだと最強のペースですよ、ワンツー左差し込んでいきましたね、ましたよ、まさに打ち終わり早い、こういう綺麗な展開は多分最強選手得意だと思うんですよね、本当ボクシングでいうアマチュアボクシングのエリートみたいな戦い方しますよね、うん、あ、なるほど、綺麗なんですね、はい、だからこそ、マサトさんぐちゃぐちゃに、そうです、やっぱり小学校4年生からやってるっていうのはやっぱ大きいですよね、はい、うん、最強です。まあ、しかし朝日さんもその空手ですよね、幼い頃から、ワンツー、これも綺麗に入れていきます、右のフックスピードある、これは空を切りました、前蹴り入れ替わって左、前ですよ今のカウンター、体を振りながらです朝日さん、右のフック最強、ハイキックです最強春馬、左ミドルキック出してきました、ストレートいきなり出してくる、入れ替わってまた左、マサトさんこれ多いですね、そうですね、本当自分の安全な距離を保ってますよ、これこういうペースでやってると最強は全然疲れないですよ、うん、関根さん本当にもらわずに自分の戦いしてるんですね、うまいですね、うわ右、朝日さんはもっと強引にいってるのを考えて、今のもしっかりブロックしてますね、してます、しっかり見えてます、はあ、なんとなく最強全くその表情変わらないまま1ラウンド関根さん終えましたね、そうですね、落ち着いてますね、こちらは朝日さん、廣高です、
さあ中村さんどう映りましたか、はい、1ラウンド。そうですね、やっぱりこうもっと僕浅井選手がめちゃくちゃに動いてこう試合をペースを作ろうとすることのかなと思ったんですけど、最強選手の距離の取り方とか、そうなんです、やっぱめちゃくちゃにしたいんですけど、うん、触る距離に行けないんですよ、うん、させてくれないんですよ、させてないんです最強が。やっぱあの遠い距離だとぐちゃぐちゃにパンチ出せないですよ、ちょっとペトロシアン似てますね。そうですね、いや本当にうまいですよ、これだから朝日さがどう考えるかですね。そうなるとどう打開策、今セコンドの父親でもある敦さんが今指示、どんな指示を授けたか、弟太陽もいます。さあ第1ラウンド、この涼しい顔のまま最強が、まあ、翻弄したというか自分の戦いを遂行しています。ペースは最強、朝日さどこでその突破口を見出すか。左下段、朝日さも止まりたくないですよね、動いた方がいいですよ、動きながら来い来いと、やっぱ止まってる相手だとやりやすいですからね、朝日さからすると。なるほど、朝日さじゃない、最強からすると。ストレート、ボディストレート、沈みながら前蹴り、今逆突きね入る剣と父敦さんから。まあ、冷たいんですけど、はい、やっぱり足があるんで、うん、左下段回し、もう一つ。さあ朝日さん、ちょっと パワー感じますね、うん、たくましくなってますか、なんかパワーがね。そうか、関根さん60キロで戦ってたって言いましたね、中国では。久々見たんですけども、以前よりなんかパワフルですね。これ空を切りますが、マサトさん1ラウンドとはやっぱり変わってきました。うーん、まあ、ちょっと強引に入るようになりましたよね、うん、最強もよく見てやってるというか。ワンツー前に入っていきます。さあ出ていく朝日さん、ここです。こういうチャンスのカウンターで狙ってますよね。自分から行くというよりカウンターで。なるほど、ずっと左にサークリング、かなり高速で回っていました。左ハイキックです。そうですね、最強がもう少し自分から入れるようになると、うん、もうちょっといいなっていう感じするんですけどね。前蹴り2つ、ちょっとここは顔面同士ぶつかりましたが、中に入ってきます。さあ中村さんどうですか、はい、そうですね、まあ、本当にこう最強選手が、うん、まあ、リスクなく戦っているところで、まあ、浅井選手がそこやっぱ入れずっていう感じかなと思うんですけどね。また距離を取ります最強。でもだんだんなんか浅日さがこう動きながら自分の距離に詰めているような感じもしますね、うんうん、ちょっと流れ変わってきたかなっていう。左フック風を切ります、うん、なんかここでアッパー前に出てきます。左フック今入れましたね、前蹴り、これも見えています。朝日さん、動いてやっぱちょこちょこ攻撃出して当たってる分リズム乗ってるんですかね、朝日さん。なんか、うん、ちょっと最強の思うようにはいってないですね。じゃあ朝日さん攻撃出し続けることによってだんだんと、ね、なんかこう動きながら攻撃出してるんで、これがいいと思うんですよ。踏み替えながら前蹴り、流れ少し変わってきたがクロス出していきますが、ちょっとだから最強が焦ってきてるんじゃないですかね。おっと流れ変わった第2ラウンド。最強は相手の攻撃を出させてからカウンターをっていうパターンだったんですけど、朝日さが足を使うようになって、そのカウンターが取れなくなったんですよね。なんで自分から行かなきゃっていう感じにちょっと変わってきますよ。関根さんどう見てますか、はい、やっぱり朝日さんがやっぱりパワーがあるんで、そのパワーでねちょっとこう仕切り始めましたよね。この蹴りなんかも威力あるんでね、圧力かけ続けようという朝日さんですね、さあ中村さん、まさにこの1ラウンド、はい、2ラウンドあって次どうなるんだですね。そうですね、朝日選手はやっぱり本人も言ってたんですけど、やっぱ後半にこうなんか自分が強いっていうか、やっぱどんどん動くことで調子が出てくるタイプだって自分でも言ってたので、やっぱ後半また動き良くなると思うんですよね。最強選手はそれをなんか技のキレとか、はい、一発でその流れ切りたいですね。ラスリーファイナー、
さあ1回戦屈指の戦い、日本人対決、最強春馬、赤いグローブ、青いグローブが朝日さん、広隆です。あの大きく当たってるのは多分朝日選手としては左へ朝日ブレイク、中央取っている最強です。今度はオーソドックスに変えた朝日さ、左足前、また右足前に変わります。前蹴りから左のフック、ローキック、ボディも出してきますね。最強前蹴りだ朝日さ、後ろ蹴り聞いとるよと、まあ、道場の館長でもある父敦さんの声が聞こえます。左の下段回しからワンツー、左ストレート打ち下ろしていった最強、ここもよく見えています。最終の第3ラウンドを迎えています。左ハイキック、準決勝第2試合進出決めているのが芦澤流星、その対戦相手が決まります。右のハイキック、左のミドルハイを返す、サークリング、回れ回れと指示をするのが敦さん。右のハイキック、前蹴り、ちょっと展開変わってきたかもしれないですね。最強あの右の強いジャブ打てるといいんですけどね。うん、サウスポーの構え。ハイキック朝日さん。お、うん、さあここポイントですね。さあここ打ち合えるところに最強も入らないといけなくなってきた。最強も出ないと。ワンツー。左右フックです最強。これ中村さん、やっぱりさばいてばかりではいけなくなりましたね、はい、もうそうですね、こうなるとやっぱ先手取って手数が多い朝日選手がやっぱ印象よく見えがちですよね。距離近い、左のフック、残り1分です。第3ラウンド、両刀入るよという声聞こえますね。何かこう蹴り系でしょうか。あのハイキックちょっと狙ってますよね、さっき入ったそれですかね、サウスポーからのハイキック、はあはあ、右の右足、まさに狙っている左ミドルキックは最強の方です。足踏み替えて左フッカー、ハイキック、入れ替わった、膝最強、残りが30秒です。1回戦最後の戦いです。準決勝残る椅子は1つ、抱え込むなよと、これレフリーから注意です両者に。一応終わりです。さあ前に入ってくる朝日さんは本当にセコンドの指示通り動いてますね、お父さんの指示通り。朝日さんの方ですか。朝日さんです、はいはい、もうやっぱりよく声が聞こえてますよ ね、 すね、親子なんで5歳からですからね。うわー来た、さあどうだ、両者とも手を挙げますか。これは関根さん分かりません、ね、これはジャッジ泣かせですね。完全に取ったっていうような体勢はないんですよね、一瞬ちょっとね、はい、こういう朝日選手が押し込んだってのあるけども、このハイキックがね、これがね、印象的ですけど聞いてはいないですけどね、これが妖刀なのかもしれません、そうですね、ま、さあ果たして本戦で決着がつくかどうか。準決勝最後の椅子をかけて運命の判定です。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ西村29対28、赤最強、運命最強。ジャッジ山根29対28、青朝日さん、割れました。さあ3人目はジャッジ伊藤30対29、赤最強、最強春馬です。2対1をもちまして勝者最強春馬、判定2対1春馬の準決勝進出。日本人対決はお互いに個性を出した戦いとなりました。関根さんどうでしたか。いやーギリギリですね、赤コーナー最強春馬。もう1ラウンド見たい感じもしましたけどね、いい試合だったから、最強選手、朝日さんしか強くなった姿を見せました。朝日さんはもう伸びてますね。準決
勝に進みました。最強準決勝第2試合は芦澤流星と第1試合はスペインのバレラ対ブラコシです。バーサス最強春川選手となりました。選手対応